はい、滋賀レイクスターズ背番号35番伊藤大志です。背番号4番狩俣正也です。背番号77番前田亮です。はい、今日は3人で、ボートレース琵琶湖さんに来ています。イエーイ出ます。おい、ちゃんとしようよそんなね、スタートの直前でやってくれって言われたら、うん、もうなりますよ。何もない、何もポケット何も入ってない。こうなりますって。いや、今日はその滋賀レイクスターズから3選手がこのボートレース琵琶湖さんに来ていただいて、まあ、ボートレースのこのレースの魅力はもちろんのこと、はい、ボートレース琵琶湖さんって本当に施設も充実しててごグルメも美味しいしっていうのをですね、まあ、の滋賀の皆さんもちろんのこと全国の皆さんに知ってもらおうということで、はい、今日はこういう動画を撮影することになりましたので、はい、もう初めてっていう方もいると思います。だよね、前田選手はもう本当に初めてだから、はい、そういう意味では今この動画を見てくれてるビギナーさんと全く同じ目線のリアクションになると思いますし、かたやお隣のこの辺りは、まあ、勝負師としての今日は血が騒いでると。大ベテランです。大ベテランですということで、あの勝負師の血が騒ぐと天気がまあすごい。そうですね、はい、ちょっと今日はね、はい、荒れるのかな、荒れるのかなっていうのね、はいはい、こういう天気になっておりますけれども、はいはい、今日はだから丸1日このボートレース琵琶湖さんで、このボートレース琵琶湖の本当に魅力をねたっぷりとお伝えしていきたいと思いますので、はいはい、まあ、楽しんでいきましょう、はいはい、よろしくお願いします。さあ、ここがですね、もう最前でみんなでレースが見れるというエリアになりますけど、皆さんがだから試合を行っているのはあっち側ですよ。もうすぐ対岸で見えるところですよね。はい、船で通おうと思えば通える。試合行ってくるわ、試合行ってくるわって言って、まあ、あの辺りからボート走らせてうーっと行けばウカルちゃんアリーナ行きますからね。すごい、めっちゃすげえ、めっちゃすげえ、すごいね、速い、速い、いい匂いしてるでしょ。めちゃくちゃいい匂いしますね。音がもうしてるでしょ、はい、でもって、はい、焼きそばもう焼いてもらってますし、たこ焼きも見てください。滋賀で多分ね一番一つの玉が大きいんじゃないか、ね、うん、かなり大きめのたこ焼きもありますし、でもフランクフルトの、うん、なんかちょっと縁日みたいな感じでしょ。そうですね、うん、テンション上がる、テンション上がる、そうそうそう、楽しい、お祭り。じゃあレオ、はい、初めてやから、レオからどれでもいいよ。じゃあ、じゃあ、たこ焼きをお一つお願いします。はい、いかがですか。ドワイツも大きいよ。はい、どうぞ。すみません、ありがとうございます。ちょっと、僕たっぷり歯がいいんでね。おいおい、おいしそう、おいしそう、おいしそう、おめでしょうがって、でも、やだな、うわぁ、いいな。はい、すみません、ありがとうございます。焼きそばいただきます。絶対こぼれない。うん、うん、美味しい、間違いないやつです、はい、もう色から見てね、もう美味しいやつ、ザ焼きそばですよ、出来たて、いや、本当に熱いですよ。うん、美味しい、美味しいです。一口いただきます。でしょうね。あ、そうですよ。あ、そうですよ。涙。